んこんにちは、森田ドラムスクールの森田です。本日は質問をいただきました。フロアタムが奥までうまく打ち抜けず悩んでいます。順々にタムを回す際、まあ、タカタカタカトコ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 みたいな、まあ、タム回しですかね。あとビートの右手側としても、まあ、こう8ビートのなんかこういうなんかまあこういうフレーズとしても、表面的で上っ面な締まりのない感じになってしまいます。フロアタムを無駄に力むことなく、奥までしっかりと打ち抜くにはどうしたらいいのでしょうかということなんですが、まあ、このポイントとしてはね、3つあると思うので、まあ、それぞれちょっとね、あこれ当てはまりそうやなって思うことを試してもらえるといいかなと思うんですけど、まず1つは、ショットのスピードなんですよ。まずこう叩くときにスティックを握りすぎてしまうと動作が遅くなるんですよね。こう早く叩いてるように見えても、なんかこのままやーってやってるような感じになるので、こうスティックの動きとしては遅くなるんですよ。でこのショットスピードをもう一段階上げるとしては、叩く瞬間にこの指でスピードをつけてあげるというような感じにすると、このタムがねこう抜けが良くなるんですよ。叩く瞬間にこう指でスピードをつけるみたいな、スネアを叩く時もこのスネアを叩く瞬間に指でスピードをつけるみたいな、この持ったままそのままポトンって落とすんじゃなくて、叩く時に指で最後シャッてこうとどめ刺すみたいな、こうすると、まあ、グッとねこう締まったような感じの音が鳴るので、このショットスピード、指でスピードをつけて叩くっていうことをまず一つ意識してみてください。そして二つ目の意識としてはスティックの視点なんですね。だいたいこうねスティックの持ち方とかで検索したら、まあ、親指と人差し指でこう視点を作って、スティック持ちましょうみたいな、まあ、そういうことになると思うんですけど、中心に近づけば近づけるほどスティックってね軽くなるんですね。まあこう中心ぐらいを持ってスティックを弾ませようと思ってもなかなかこうスティックの先端が軽すぎて弾んでくれないんですね。でスティックを逆にこう一番後ろの方に持つと、こうスティックが重たくて逆に弾まないみたいな、まあ、スティックの3分の1ぐらい、まあ、ちょうどこう中心よりちょっと下ぐらいのところで持つと、まあ、ちょうどいい感じにこうスティックってこう弾んでくれるんですけど、まあ、大体ここで持ちましょうみたいな感じの説明をされると思うんですが、大きな音を出したい場合っていうのは、あえてこの小指側、このグリップエンドの方で視点を作ってスティックを重たく使うと大きな音で出しやすいみたいな。だからここでスティックのこういう動作じゃなく、スティックの後ろの方を持ってこういう動きですね。さっきまではこういう動作なんですけど、これをスティックの重みを利用して叩くことができるんですね。だから例えばフロアタムとかで叩くときも、人差し指と親指の、まあ、ここの視点でいくと、なんか上の皮だけ鳴る感じになるんですけど、小指の方で持つとこのスティックの重さでこう芯のある音が出しやすいかなと思います。そして3番目なんですけど、このね前腕のこのね回転運動っていうのを利用できるといいと思います。まあ、人間の骨ってこう2本ね、この小指側の骨とこう親指側の骨、こう2本骨がこう入ってる状態なんですけど、これが例えば手の甲が上になるとこの骨がねこうクロスするような形になるんですね。そうで、これが前腕が回転してるような状態になるんですが、この動作を利用すると大きな音が鳴らせるようになるんですね。でこれまあどういうことかというと、おいでおいでみたいな動作でこう叩くときもあるんですけど、例えば手を洗って水を切るときにおいでおいでみたいな、まあ、こういう動作で水を切ってもなかなか水って切れないと思うんですよ。ただ水を切るときってなんか こうやって切るじゃないですか。こうやって切るんですけど、これってね回転してるんですよ。手がこう回転させてバッバッてこう切るんで、この水って勢いよく切れるんですね。でこの動作をこうドラムを叩くときにでも、このこう水を切る動作っていうのをドラム叩くときでも利用できると、この回転でスピードが加わって大きな音で鳴らせるようになるんですね。でちなみにこの水を今こうやって切ってる動作っていうのが、こう親指が中に入る方向の
この回転なんですよね。だからこうこういう感じ、こういう感じの、そう回転なんですが、これを、鍵を開けるこうガチャってやるこの親指が外側に向く回転、これ回外、親指が中に入るのを回内って言うんですけど、親指が外側向くのを回外って言うんですけど、この回外のガチャって開ける動作でガチャッガチャっていう動作で叩く。回転でスピードが加わって大きな音が鳴らせれると。でこの回転プラスこの指でさらにスピードをつけると、めっちゃでっかい音が鳴ります。まあ、だいぶこうフロアタムでも大きな音が鳴らせれるようになるという感じですね。ショットスピードを上げる。で、まあ、スティックのショットスピードを上げるためには、まあ、スティックを握り込むと、なかなかショットスピードが上がりにくいんで、まあ、指でねこうスティックをこうふんわり持って指でスピードをつけて叩けるようにする。あとスティックの支点ですかね、まあ、この、スティックの中心側で持ってるのをその小指側のグリップエンド支点にしてみて、こうスティックの重さを利用してこう叩くっていうことと、であともう一つがその前腕の回転運動ですね。水をこう思いっきりパッパッてこう切るような動作とか、鍵をガチャッと開けるような動作で、前腕を回転させて、こうスピードをつけてこう叩くと。でそうすると、まあ、大きな音がってこう出しやすくなるっていうことになります。で、まあ、最後にですが、この大きな音を出す時の注意点としては、これねよくあるんですよ。こう生徒さんとかでもあのスネアの音がちっちゃいって言われたんでみたいな感じで、まあ、スネアの音量を上げるんですけど、その音のイメージがないとその目指してる方向の音にやっぱ出せていけれないんですよね。そうだからその不自然にスネアだけ音が大きくなっちゃうみたいな、なんかそういうことも、まあ、起こってしまうこともあるので、例えばフロアタムでっかい音で鳴らしたいって なった時に、なんかどんな感じのフロアタムの音をイメージしてるみたいな、こうブルーハーツのドゥドゥダンドゥドゥダンみたいな、なんかああいう音をイメージしてるのか、誰々みたいな感じみたいなでもいいと思うんで、なんかその出したい音のイメージがある方が、そっちに向かっていきやすくなると思って、まあ、こう単にこう一発だけの音量をでっかくするんじゃなくて、なんかそのフレーズとしてのというか、こうどんな音を出したいかの、まあ、イメージをしっかりと持ってもらって、でそのイメージを実現するための、体の動作、この音を出すためには、小指支点にした方がいいなとか、この音を出すためには回転させた方がいい音が鳴るなとか、なんかそういう感じで、出したい音のイメージを、まあ、一番最初に持ってもらって、でその、イメージを実現させるための手段として、まあ、スティックの、支点とか、なんかそういう体の動き、まあ、もしくはこのヘッドとかね、このドラムのチューニングを変えてみたりとか、ヘッドを交換してみたりとか、セッティングを変えてみたりとか、なんかそんな感じの、まあ、試行錯誤をしていただけるといいかなと思うので、はい、まあ、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。